せよ、インフォームドコンセントじゃないけども説明せよみたいな心の声ね。じゃあ本当にじゃダメなんですか。はい、最後、別にこれは私が決めてるんじゃなくて病院の規定でございますから、嫌だったらよそ行けみたいな。お前なここまで治療してきて危ないな。だからもうリミッターがブン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 、そう来てます来てます、バーンバーンってなってる。エマージェンシーコール、エマージェンシーコール、本当にバーンバーンバーン。頭の中で帰るかどうするみたいなそこまで言ってる。いや本当に歯ですよ。そりゃそうですね、歯で入院して、やっぱりそれなりの理由がないと、うん、やっぱりこうね、いや吐かないとか、ティー、ふんどしみたいな、手術室がね無菌状態で入りますって言うなら髪の毛とか他どうするのよっていう、うん、それでね、その T 字体にするかなしにするか、ノーパンの方が髪の毛とかね、いろんなヘアの方が雑菌っていうかありそうな気がするんだけど、イメージそうですね、なんだかよくわかんないのよ。そこじゃ納得いく説明っていうのはあんまりないまんまなんですよ。いや、そのまま書いてあって、うちはこういうやり方ですから。それでうちのマネージャーと買ったんですよ、その T 字体。 T 字体って見たことないね。やったら本当に昔のふんどしみたいなので、皆さんふんどしってわかりますよね、はい、こう紐があって布が真ん中にあるがあってね、はい、その紐があって、あ、ごめんなさい、このマイク言います。紐があって真ん中に布が長くなってますね、さらしみたいな生地なんですけど、はい、であって先端が W みたいにこう割れ目がついてるんです。割れ目っていうか、はい、先端がまっすぐじゃない、直線じゃなくて、うん、ちょっとなんかこう W まるで、はい、ちょっとさっきアナウンサーだからうまく説明して、説明できるかな。要するにこう紐があるでしょ、紐があって、こうあるよね、で真ん中にで、ここがこういう風になってるんです。あ、これ完全に W ですね。真ん中だとちょっと短くなってるんですね。いや短くてかまっすぐじゃなくて、はい、だからちょっと切れ込みが入ってるような感じ。そうそう、はい、だから例えばそれをね正面からやってお尻に回すのか、そうですね、お尻から回して前から回すのか、のかじゃあこの W の真ん中ちょっと模様短くなってる切れ込みのところは何なんだ、これは何なんだと。だから男の場合はこの W の間からチンチン出すのかな。間違ってますね、それは僕はふんどしやったことありますけど間違ってます。そうやろ、はい、だってこの先っぽの部分というのはどちらかというと、うん、ぐるっと巻いた後、うん、ただ垂らすだけですから。そうでしょ、ね、あんまり先っぽに意味はないと僕は思うんですけど、布の先っぽですね。そう、はいはい、だから今日持ってくれよかったね。いや、あまり見たくないですねいやそれでこれもし病院関係者聞いてたら怒られるけど、私の手でもマネージャーの手でもいっぱい触ってた雑菌だらけだと思うんだけどもうこれは何だと、この珍しくて、もうあの、ね、見てみろと。マネージャー男やから、お前これやったことあるかってないですなんやねん、この切れ込み、うん、だからで明日はね、ご飯を9時までに、これはまあいいですよ、どんな検査でも。朝水飲んでもいけないし、怖いこと書いてある。食事もダメなんだ。ああ、そうですね。朝食事された場合は麻酔の判断で、食事された場合は手術を取りやめる場合があります。ああ、そうですか。私ね、何の手術すんのよ。最近ね、ちょっとテレビ見て、うわ、まあ年相だと思ってるからいいんだけど、ちょっとシワが目立つかなみたいな思ってんのよ。できんねやったら顔もやってくれへんかなって。そう思ってそうだよそれぐらい大掛かりなんだったら、うん、いっそのこと全部やってと寝てる間にいやでもね、すごいよ。ラジオネーム松田のえっちゃん、あこさん全身麻酔は楽ですよ。もう寝たと思ったらすぐ終わり、本当にあっという間に終わりますから。やられたんですか。やられたことあるみたいな。すごい。だからお医者さんの言う通りに やるのでも間違いないと思います。あ、そうですか。やっぱあっという間、あっという間なんですって。はあ。ただ全身麻酔ということはやっぱり麻酔が一緒に使われるということは、やっぱり慎重の上にも慎重にというものなんでしょうね、はい、麻酔でこうなんかアレルギーがある人もいるっていうんですよね、うん、一方でラジオネーム甘エビおじさんが、はい、アッコさんの歯の治療の話よりも、はい、アッコさんがティーバッグを履いてる姿を想像して恐怖を感じました。ほら違う言い
年うん年ですいやだからいやでもそうですかそのこの W っていうかこの謎の切れ込みがあと使い方もしリスナーうんなんかちゃんとしたリスナーの皆さん使い方ちゃんとした唯一と違う点はそこだけですよ、ね、そこだけなんです本当に、はい、それでうまいことできてるあんなもんあと使いようがないもんそうですねいやでもちょっとはい貴重なアッコさんじゃないとね感じない疑問だったりするわけですいやいやいや貴重な体験ありがとうございますで、はい、明日もどうしようか結構微妙ですねはい、それでは1曲お送りしましょう。 NHK